タイトルぐらいは誰でも知っている朝ドラの大ヒット作です。平均 50% という驚異的な視聴率を取り、海外60カ国以上でも放送されたという凄まじい人気でした。ストーリーは明治時代東北の貧しい農家に生まれたおしんが6つの頃から高校に出され、苦難の人生ではありましたが、戦後スーパーのチェーン店を展開するというものです。決して難しい内容ではありません。ですが私はただのサクセスストーリーとも思いません。例えば戦後編で悪役的立場になるおしんの次男のひとし、金に物を言わせて近所の小売店を踏み潰してもいいという攻撃的経営で店を発展させます。おしんは顔をしかめますが、なぜ全力で止めなかったのか。ひとしはおしんの影、はっきり言えばおしんはヒロインだからそんなことはさせられないが、実際はおしんがやったも同然だからです。おしんは悪人なのか。いえ、悪人でもないですが、生きるためにやむなく過ちに向かった日本人の象徴なのです。まだ様々な解釈を許容するこの傑作をぜひご覧ください。私は全日本人必見のドラマだと思います。